西岸電磁奥の院完成おめでとうございます、はい、ありがとうございます。これまで数年かかりましたね。そうですね、地震で、前の本堂が、やられまして、でその後噴火、台風、いろいろな災害が起きて、で結局前の本堂を修理しようとしたんですけれども、分かりやすく言うと使える部材がなかったと。で新築で、建てるということに、判断をせざるを得なかったということになりました。いい香りがしています。はい、構造は小国杉で、内装材はサワラという木を使っております。で、建具類は全てヒノキで作っておりますので、非常に木の香りがまだしております。前よりも一軒ずつ狭くはなっているんですけれども、中に入ってお参りが前はできなかったんですね、今回は土間を広く取って、中まで入ってきて、仏様により近くお参りができるようにという作りにしております。入り口のところに色鮮やかな紐と言いますか、はいはい、5本の紐が下がっているんですが、はい、これはどういった実が、はい、これは五縁結びと申しまして、この天井の奥の方を伝ってですね、ご本堂様とつながっておりまして、その五色の赤、黄色、紫、緑、白、その、それぞれに願い事が違うんですけれども、それにお願い事を書かれて結ぶことによって、直接仏様と縁を結ぶことができるという、そういうものでございます。それぞれ教えてもらえますか。はい、赤は良縁成就、恋愛だけではなく、仕事でありますとか、地域でありますとか、人間とのご縁というもの、その良縁が、成就するようにというものです。紫は身体健全、病気平癒、黄色は金運向上、財運向上、緑は必勝祈願、試験合格、白は心願成就、厄よけ祈願という、そういう風になっております。ここまで聞いといてあれなんですけれども、こちらはご利益というのは縁結びです。はい、昔からですね、御嶽三参りといいまして、春秋の彼岸にですね、麓の方から夜明け前に登ってまいりまして、火口を仰いで拝んでですね、そしてそこで若い男女は、結婚のちぎりを交わしたりとか、そういうふうなことがあっていたというふうに言われております。熊本県で最初にですね、恋人の聖地として認定をされまして、で、多くのカップルでありますとか、女性の方でありますとか、縁を求める方々がたくさんお参りに来られております。これからたくさんの方がお見えになると思うんですけれども、はい、やはりお参りに関してのルールといいますか、お願い事があれば、基本的にはですね、ご縁結びをされたいというふうに思われる方も多いんですけれども、最初に仏様にお参りをしていただいて、そしておみくじを引いたり、ご縁結びをしていただいたりということでございます。そして一番大事なのは、お参りをさせていただきましてありがとうございますという、その感謝の気持ち、そこから、始まるものでございます。自分の、こうしたい、ああしたい、こうなりたい、ああなりたいということだけを先に言うのではなくて、仏様にお会いができたことをまず感謝するということ、そこを一番大事にしていただきたいと思います。ダメですよね、お願い事ばっかりしちゃね。そうです、はい、まずはありがとうございますという、その
謙虚な気持ちになっていただいて、そして願わくばこれを叶えてくださいというような、そういうお気持ちで拝んでいただきたいと思います。お、何？吉。